この教室の説明書をちょっと、できるまでなんですが、少しちょっと見にくいんですけれども、こういう形なんですね。まずは諮問がございまして、中央教育審議会、教育課程部会で議論が行われます。で、審議のまとめが公表されるのが、来年ですね。今は教育課程特別部会の方で教科の大枠が決まったというような段階です。で、この参考基準がこの段階でできたということは、私どもにとっては大変ありがたいことがありまして、大学のこの情報学というのは、一般的にどう見たらいいのかということが、今まであまりはっきり言う私どもの方は分かりませんので、それを読ませていただいて、あ、こういう形かということと、それに私どもどう伝えていくのかというようなことを考えながら、私どもに作っていくということになろうかと思います。で、まあ、学習指導要領自体は、来年度、あるいは、まあ、28年、4月、5月、ちょっとそこら辺のところは、今、審議の途中なんですけれども、現在、教科ごとにワーキンググループが立ち上がって、より詳しい内容に向けて、項目、あるいは内容を審議しているという状態です。多分、来年もいっぱいくらいかけまして、教科の方では、調査研究協力者会という形で、調査を進めているという状況です。今出していただいたということは、これが我々の教育法に参考になっているということになります。で、まあ、実際出すときには公共パブリックコメント、それから、まあ、大臣国民の形でというのが、学習指導要領の、まあ、成り立ちとできるということになります。現在行われております教育というのは、小中高ということがありまして、例えば大学ではこういうような参照基準ということで出しておられます。ただ、小学校にこれをそのまま持ち込んだら当然小学生は理解できないわけで、発達段階によってどういうことをやりましょうかということがございます。一応これは、小中高を通じて、育てていく業務活用の実践力であるとか、科学的な理解であるとか、それから情報社会に参加する理解であるとか、情報活用能力という形で育てていくというようなことが一番大事になります。その中で、例えばこの部分、必要な情報の主体的な収集、判断、表現、処理、創造という形で、参照基準に書かれている言葉のいくつかがここにあると思います。で、創造というのがないよという話が先ほどあったんですが、一応ここに小さくあるんですけれども、目指すところは、こういう形のところを、受け手の状況などを踏まえた発信伝達、コミュニケーションというものがやはり必要なわけで、例えばそこで物を作っているときに、この人だけが言ったからそれはいいんだよとかそういうことではなくて、価値というのはお互いの中でできていくという一覧設定の考え方は、
ここにあると私は思っております。でこちらの方の課題や目的に応じた情報手段の適切な活用ということがありますが、例えばこれが専門的につながっていくところになるんだろうとは思いますが、小学生、中学生のところでそういう形はなかなか難しいと。ただ情報の科学的な理解ということで、例えば自らの情報活用を評価改善するための理論や方法の理解と、問題解決であるとか振り返りであるとかというような形のところはここら辺にあります。情報手段の特性の理解ということになりますが、例えばコンピューターって何という話であるとか、それから、まあ、いわゆるプログラミングであるとか、そういう形、それから今生徒のスマホを持っておりますが、どんな仕組みなんですかというようなところもこちらになります。で向こうの方に行きますと、情報社会に参画するサイトということになりますが、情報や情報技術の役割や影響の理解という、そういう、社会情報的なところはこちらのところにやってきまして、こういうところも理解していかなければいけないです。それから情報モラルは、まあ、当然やっておきまして、望ましい情報社会の創造への参画という、これがこの情報活用能力を全ての目指すべきところになるわけです。という形をこういう図にしたのがこういうところなんですが、実践力を通じていろんなところを、まあ、見ていく、あるいはそういうところの知識、理解、態度を持ってこれを育てていくと、そういうふうにがっつり、例えば実験と文献が組んだような形で能力が培われていくというのが、まあ、今のところの学部です。具体的にどうなんですかって言うと、具体的にちょっと、なんですけれども、例えば小学校、中学校、高等学校という時にどんなことを勉強してきますか、情報活用能力でやるのはどんなことですかと。具体的に言えばいろんなことはあるんですが、例えば小学校の場合はコンピューターなどの情報手段に慣れ親しみというところから始めていくということなんです。それは当然難しいところからはいけませんので、こういう形にします。基本的な操作は情報モラルをというような形になってきて、例えばこの先生おっしゃったようなキーボード入力というのは、この辺りでやるべきなのかもしれません。それは今、検討しているところであります。だから中学校についてはコンピューターなどの情報手段を適切かつ主体的に、この辺りになりますと、特性もある程度理解するし、影響もある程度分かってきますので、どう使ったらいいかというようなところを自分で判断して使えるような形。技術になりますと、ここでプログラミングも入っています。だから方法については、情報手段を適切かつ実践的、主体的にとありますが、小中としたときに、情報の科学的理解というのが、やはり少し足りない部分もございまして、ここでは、まあ、科学的理解を中心に、必要かというようなところが、市民の学習指導への課題ということになります。メタサイエンスという部分の話が、この発達段階でどのくらいいけるかということは何とも言えませんが、情報活用能力はそもそも各教科に入れておりますので、そういう働きは当然果たしております。ただそれをメタサイエンスという言葉で学習指導要領には書いてはありませんけれども、こういうところで例えば上の方の言語活動もそれは教科を調べているものでありますし、情報活用能力もそのような形で高校の教科情報なんですが、高校の教科情報につきましてはこういう形で、つい20年前は影も形もなかったで、そういうところから情報 ABC と、A がまあ実践力を重視して、 B が科学的理解を重視して、まあ、C が、社会の構成というのがあります。現在これですね、社会と情報と情報の科学で、文系、理系ということは関係ないような形でここにはで、どの学年に入れるかということでは、1年にということを